こんにちは、生活冒険家のナルです。今日ですね、春の味覚ということでタケノコ掘りにやってまいりました。やっぱし、移動生活ということでですね、自分で食材を自然の中から取ってこれる、その能力すごい大事なんじゃないかなと思っていて、春は山菜、春はタケノコということでですね、取っていきたいなというふうに思います。アイテムとしてはまず竹を掘るためのクワっすね、長靴、あとは僕はですね、これまあ必須じゃないと思うんですけども、カッパ下履いていきます。よし、じゃあ準備ができたんで、これから竹の子掘りに行きたいなと思います。じゃあ早速、タケノコを探していきたいなと思います。飛ぶぜ。お、いきなりあるやん。ででーん、早速発見、掘ってきます。途中で割れた、途中で割れたけど一つゲット、ちなみにですね、タケノコなんですけども、こういう風に反ってて、こっち側にこう根幹っていうか、こう根っこがあるんですよね。だから根っこ側、こっち側ですね、こっち側から土取ってって、でここに釜を入れて取るというようなのが、タケノコの取り方になります。ただこの方向見分けるのが結構難しいんですよね。この皮の向きで分かるなんていう人もいるんですけども、まあ正直僕にはちょっと分かんないなっていうのが正直ですね。タケノコは掘った後イノシシが掘りに来ちゃうらしいので、こうやって埋めるのがマナーというか暗黙のルールってやつですね。 OK。 いや、速攻発見、これも良さそうじゃないかい。よいしょ。もう掘ってください、言わんばかりの。よいしょ。でかっ、でかっ。うわ、どれーん、取れました。でけー、でかさで言うとですね、こんぐらい、顔と一緒ぐらい、でけー、どーん。あー、ちっちゃいんだ。いや、掘ってみないとわかんないですね。熟練になってくるとわかんのかな。これも早かったか。じゃじゃーん、取れました。バーイ。いや、ちょっともう一つぐらい掘って今日は帰ろうかなと思います。まあね、こういうのは取りすぎても仕方ないので、まあ、必要な分だけ取って帰ろうかなと思います。でれーん、ありました。じゃあ今日は最後この方を掘って、最後にしようと思います。多分こう、根っこがこっちなんじゃないかなと思うんで、こっち側掘っていこうと思います。お、掘りやすい。こんな感じっすね。こ
ここに、よいしょ、根っこがあって、でここが実ですね。まあほどほどサイズやけども取れました。だーん、 OK。 じゃあ今日はこんぐらいにしようかな。はい、じゃあイノシシ来ないように穴を埋めてと。 OK。 さあ今日の取れ高はですね、ボンボンボンということでですね、こんだけ取れました。いや大量。タケノコはですね、朝取ることによって親だけからのこう水分をですねふんだんに含んでる状態でみずみずしくって、朝取るのがすごくいいって言われてます。あとですね、取って、すぐに処理しないとアクがどんどん出てしまうので、早めに処理することがポイントって言われてます。はい、というわけで、タケノコの取り方を紹介しました。こんな感じでですね、食べ物を自分で取ることができればですね、どんな場所に行っても生きていけるというか、生命力が上がるんじゃないかな。もし何か災害が起こったり何か起こった時も食べ物が、自分で取れるっていうのはものすごく重要なスキルなんじゃないかなというふうに思い、最近はですねこういったことを勉強しています。他にもですね取れるものを増やしていきたいなというふうに思ってます。今回はタケノコの取り方でした。